あれちょっと一回出で、で、で、まあ電波も電波だけど携帯の充電もねえわ。お疲れ様です。携帯の充電もない。お帰り、今来た。お疲れ様です。猫に頭だ。モバイルバッテリーだからアンカーもさ、今何パー、今残り 13%。 充電器取ってこよう。いや充電器だからもうあるんだけど、そう残りこんだけしかないからもう残り 13% でね、ちょっとどこまでできるかな。ピコピコしてる。そうなるべく最小限にしよう。のこさん今どこにいますか。わからん。もうすぐけど富士山つくと思う。そろそろ富士山見えない。竹の子愛心して無理せんでいいよみたいな。無理するもクソもね、どうせ僕寝れないんで別に配信だからね、どうせもうねあと1週間2週間後とかになっちゃうかもしれないから、そうやったら配信やった方がマシやん。そう、立ってんのきつくない。いや別にもたかってんから大丈夫。充電できんの車内で。できんの充電ってできないでしょ。充電ってできんの？実際できないだろ。新幹線コンセントがある窓側しかできない。あ、そうなんだ。あ、窓側だったらできるんだ。俺マッツロ側だからコンセントある。椅子の横、そう窓側だったらあるでしょ。俺通路側だから。そう頼むのは恥ずかしいな。頼む。溶け子なんて言ってる。ちょ恥ずかしいな。左イケメンやからつけるやん。じゃあちょっと頼んでみるか。寝てた。さすがに起こせないよ。いや寝てた。いやじゃあ寝てたんで。隣の人。いや寝てた。だからダメ。さすがに起こしてコンセント貸してくださいとか聞けねえだろ。疲れてるかもしんねえのによ。しかもコンセント別になかったよ。他にねえのコンセント。ロッカーなら起こす。新横浜にマダムにさしてこい。優しい。いや当たり前だろ。言えねえだろ普通に。さすがに起こせねえな。その家にあればいいよ。トイレとかデッキにある近く。あバイト行ってらっしゃい。ちょっと探してみよう。トイレとかあるかな。トイレとかデッキとかね。トイレ
ねえのかな。これそうじゃねえ、これそうだよな。え、これ借りていいの？ちなみにこれ借りていいの？ねえ、これ借りていいの？え、これ借りていいの？いいの？本当に？いいの？大丈夫？大丈夫？問題ない？あ、そうなの？じゃあ持ってこよう。キルゼマイフレンド、オンにキルゼマイフレンド。持つべきものは友だ、持つべきものは友だぜ。オンにキルゼマイフレンド。かっこいいイケメンだね、モノクやっぱイケメンだね。よし来い、よし来た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 心の友よよし、これでね富士山配信ができます。さすがオンに切るぜモノ君あるよ、イケメンだぜいや嬉しい嬉しい、さすがガジェットキッズ。よーい、モノ君スマートな男だね、ずっと。もういやいや、マジでモノくんマジいいや、いやあいつ最高だね。うん、ちょっと俺の中で本当に好感度上がったわ。うん、モノくんの好感度がめっちゃ上がったわ。落ちまーす、落ちまーす、バイバイ、またね。モノガールになるわ、俺もなるわ。何時に着くの？3時半、だからあと1時間後。あと1時間後とか、うん、いや株上がるっしょ。モノが、いやモノくんってやっぱ、いやイケメンだって、モノくんは。うん、あいつは、いやみんなも知ってるでしょ、ホテルの氷も知ってる。いやモノくん、いやあいつはやっぱさ、あのさ性格イケメンだよ、うん、モノくんは。うん、いざという時にね役に立つし、そうそうそう、三時半に東京駅とか分かる、モノクス、いやイケメンだよ、うん、モノガールの男前、モノクス使える、伊達に筋トレしてモノボーイはやばい、ヤクルトのおっさん、またあ、またね、モノクの体もニューカマってチャンカー乗ったよ。うん、まあいやけど本当になんかめっちゃいい車だった。モノ君のマック65万だってね。まあまあまあ、それはいいじゃないか。初見です。あ、初見の人はあれ、僕は芸能人で、あのとんでもない面白いツイキャス配信をね、あのイグザイルとかいっぱい出したりとかする配信やるから、あの3点セット、初見の人多分いっぱいいると思うから、うん、みんなよろしくね。いや、あ、やっぱさ、この時間帯俺配信しないから。そう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 、いるでしょ。
そう、だからこそあんまりさ、そう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 、うん、福岡おったチャロの子さ言ったよ、福岡だから福岡大阪ライブやったんだって、福岡大阪ライブやったの、俺のこと見かけたの、話しかけろよ、うん、やってやったわ、三島降りて、三島昨日のライブで筋肉痛来てる、俺も、うん、話しかけてくれたらこれやったわ、いつ会うとは帰る、うん、やってやったわ、進撃の声優、はい、大丈夫です。話しかけていいよ。うん。写真もいいよ、配信会だったら。配信会だったら、配信会だったらサインでも写メでも何でもするわ。うん。土下座以外だったら何でもするわ。うん。金はやらんな。あ、ここら辺。これは、なかなかいい橋です。はい。いや、なかなか、あ、いや、いい橋です。なかなか良き橋じゃないですか、これは。うん。うん。何でもするよ。でも本当サービス精神旺盛だわね。おんぶしてもいい。それはムカつくからね。ガキも切れると思う。うん。良き橋ですね。なでなでしてもらいたい。アンボルでライブ誰目当てかアンケート取ってたって、余計なことしやがって、おいな、余計なことすんじゃねえぞこら、わーなよ誰目当てっておい、新生かマッチが土着数1位取っちゃって、お前他のアーティストが涙目になる展開がもう目に見えてるよね、トービーツくんとかね、ジェニーハイとかシャチホコとか申し訳ねえけどよな、土着クソにそうかまってちゃんがさ票取っちゃってよ、そういうことしちゃダメだよ本当に、だからさ戦争は終わんないんだよ人間社会はそんなアンケートあんのって俺びっくりしたよ、富士山見えないって通り過ぎたんじゃねえのこれ下手したら、うん、その辺は紙の産地、あそうなんだ、かまってちゃんは結構、いやかまってちゃんはばっかだったのな、いじめもなくならない、ライブは結構何いやでもほんとそうじゃん、あ争わせるなよ、あ最近さあのさツイッターのさいいね機能がなくなるってさ、あれ本当は、うん、いいね機能なんかなくなりそうみたいなニュースあったよね、うん、俺のね みんなにねあのツイート読んだよっていういいね毎回してんじゃん、あれができなくなっちゃうってこと、うわマジかよらしいね、困る、うん、俺がいいねなくなって何になるんだ、わね、いや何もなくなるんじゃん、悪いねとかなんかそういうのもないんじゃん、うん、あれやってほしい、まあけどね俺もねけどぶっちゃけ言ってあのフォロワー数とかこの今のリスナー数でもやっぱインターネットって数字が道具だと思ってる、うん、ね、そう思わないかい、インターネットって数字なんかその争わせるあのフォロワー数とかリスナー数でも何でもいいけど、こういうね俺こういうのね良くないと思ってる、全部なくした方がいいと思う、数字は、そうそうそう、それでなんかカースト制度が生まれてるじゃんな、それでなんかカースト分けされちゃう感じあるじゃんね、くだらねえ、そう数字世界、そういいね数はまあ冷める、数字が分からない、そういう人の存在が分からない、いや分かんなくなってていいじゃん別に、確かに、だから俺全部フォロワー数とかそう
そう、ツイッター別にいいねはどうでもいいんだけど、フォロワー数とかね、あれなくした方がいいよね。だからみんなさね、なんかあの電車に飛び込んでみたとかわかんないけど、 YouTuber とかさ、配信者とかさ、俺も言った人しのこと言えないけど、リスナー数稼ぎのためにね、めちゃくちゃなことやっちゃうわけじゃん。数は本人にだけ届かないからね。雑魚とか言うのも、そうそうそう、雑魚扱いするからね。良いこと言いますね。いや僕これ昔から言ってない、配信で Twitter フォロワー数なくせって、うん、みんな均等にゼロにしろって俺昔から言ってるよね。数字はなくせって、インターネットはちくら気にしたのに。いやそれはもうあれ、ケツが青かったね。真面目か凌介、いやケツが青かったね。子供だってよ僕は、数字ばっか追い求めて。ああ僕はけど昔からけど、根本的にはツイッターのフォロワー数とかいいねとかね、まあまあいいねは別にまだいいけど、リスナー数とかあれが人間をねめちゃくちゃにさせるんだよ。うん、深瀬さんのキャスは、はってめえ何言ってんだボケ、今その話してねえだろこら、おい耳ついてんのかてめえ、おいなんだ深瀬さんのキャスは、はてなんて、おいこら今ツイッターのインターネットの数字について話してんだろ、なんでいけない深瀬さんのキャスは、はてなんて、意味がわからない、全く意味がわからない、この今の話題の流れで全く意味がわからない。深瀬さんのキャスは、え、なん、どういうこと、どういうこと、ちゃんとコラボキャスのってことじゃない？え、だって俺今さ、あのさ、数字のツイッターのね、インターネット界から数字をなくした方が世の中は争い事がなくなるというね、人間ね、全インターネットね、平和社会論を説いてたのに、人の話聞、お前人の話聞けよこの野郎な。おかしいだろ、おい、これがね、こんなにね語ってたのに、うん、なんでそんなにセカワリスナーに厳しいの、え、深瀬深瀬うるせえから深瀬深瀬うるせえから、だって本人に聞けよって話じゃん。じゃあ仮にお前、じゃあさ、お前らの名前が佐藤だとすんじゃんね、おい田中くん田中くんって言われたらムカつくだろ、同じことだよね、そりゃ切れるよな、うん、いや機嫌悪くないよ、今機嫌悪くなった、で喧嘩売られてんのかと思うよな本当に。俺大島って名前なのにさね、田中くんってずっと呼ばれたの、おかしいだろ、当たり前だろ、本人に聞けよ大体よな、本人に聞けよボケ、アホ、俺は秘書じゃねえんだぞボケ、カスクソ野郎、地獄に落ちるわ、エンマ大王に舌抜かれてろ、あの世で懺悔しな。のこさんこんにちは、富士山は分かんない、まあ通り過ぎただけでも、今トンネルです、電波大丈夫かな、
自分の友達にラブレター渡してみたいな感じだ、うん、厳しいなって。何が厳しいんだよこんにちは、そろそろ落ちます、またね。そうな顔になってきた、子供が今の見たら、やばい、トンネルアウト、大丈夫かな、大丈夫？来た。今トンネルなんだ。トンネルって電波悪いんだよ。うん。イケメンに戻ったと。歯医者行かないと。いや、そうね。大丈夫、大丈夫。申請、うん、ああ、インスタね。なんで俺今回電波悪いんだろうね。行きは大丈夫だったのに。電波意外と大丈夫。なんかで、いや電波なんかね今回悪いんだよ。久々だったよ、昨日は、うん、いや、あんま覚えてないさっきちょっと酔っ払ったから今言われて思い出した、本当になんか僕え、うん、とりあえずサイズ行ったことすらちょっと忘れた配信会のは切れるの、配信会のは切れる、うん、あ、けど配信会のは切れると思う、どっちかっていうと、うん、
にそんな切れてないでしょ、昨日言っても。俺が切れたら、本気で切れたらもっとね、やばいことになるから。うん。何回も言うけど、俺が昨日なんか別に、ちょっと怒ったぐらいじゃん。うん、ちょっと怒ったぐらいで、俺が本気で切れたら、もうあれ、もう手足飛んでっから。昨日俺が本気で切れたら。うん。サイゼリアのフォークで手足切ってたから。うん、だからあんな怒ってるうちにね、入らないよ。うん、本気で切れたら泣く。うん、辛味チキン美味しかった。うん、結構な暴言で帰ってくる。本気好調だ。うん、ジャック・バウアーか。だから別にね、あんな別にき、まあ、ちょっと切れたけど、でも基本的にけど配信でね、怒るなんてないよ。シバニオの暴れを、いや、なんで俺がこっち映すと。毎回よ。景色を見せたいのに。惨殺。今日人多いね。そう、めっちゃ人多い今日。まあ平日だからかな。うん。あ、おちょばからさんっす。うん。おちょばからと。あとね。まあ、こんなね、楽しいね、電車配信してたら、それはまあ気持ちも分かります。お茶を投げたくなる。うん、こんな楽しい配信ね、エンターテインメントするような配信するの僕だけですからね。確かに配信者もっと多いといえども、うん、男だったらもっといけた。男だったらもう殴り合いでしょ。うん、お茶ばかりさんす。男だったら殴り合ったっしょ。うん、で俺が泣いてた。今年盛りだくさん。キャスは平日向けだね。どういうこと？ああ、電車配信。ああ、もう3時、あともうあと30分ぐらいつくかな。うん、男だったらもうボコボコのぶん殴り合いで、絶対俺逃げないから。お茶ばかりです。うん、一方的に殴られる。おちょばかさん、のこは泣く。絶対逃げたりしないから。新幹線配信面白いよね。絶対僕は逃げないから。立ち向かう男だから。空手でか逃げて、いや僕は逃げないから。相手がどんなやつであってもね。あ、こんにちは。念能力と楽しい配信つながる。多分相手がどんな、ね、アーノルド・シュワルツネッガーみたいなやつでも僕は立ち向かうから。ムキムキマッチョマンでもね。うん、神聖かまってちゃう、気持ち悪い、あいつ神聖かまっちゃうの気持ち悪いやつじゃんって言われたら、僕はね、なぬって。さすがに神聖かまっちゃうをバカにされたら、お前らのこともね、我らの組織をバカにしたやつはもうそれこそ許せないね。俺個人だったらまだいいけど、新生かまちゃんね、我々組織を敵に回すとは、この野郎って、許さんぞってなるね。もちろんからですなんすよ。はいはい、さあなります。はい、王様使いさんす、ありがとうございます。はい、なります。我ら組織絶対にいけないから。お茶ばかりさんは当たり前でしょ。いやいや、ファンはバカになってするわけない。いや違う、ファンをバカにするとかじゃなくて、そういうことじゃなくて、神聖かまってちゃんをバカにすると、我々ね、我々組織をね、団体、我々団体をね。うん、でもさあ、ちょっと待って、電波大丈夫かな。当たり前だの、新生かまちゃんすごく良かったです、ありがとうございます。組織のと、ファンとセックスしてファンを大事にするの子、雑魚相手にしないかっこよさもあるよ。うん、いや確かに、ちょ、電波大丈夫、大丈夫か。いや別にファン思いっていうか、まあ新生かまってちゃんのね、新生かまっちゃんのなんかあれで
んだから絶対バカにしたりしないって言いたかった。律儀だね。真面目にありがとうございます。そんな適当でいいのに。ありがとうございます。絶対 A 型でしょ。神格化すると危険な人。ヘルメットまた被ってほしいって。いつでも別に被れるわ。もう着くかな。いやまだ3時半ぐらいに着く。うん、多分どこかな、多分東京駅、大体東京駅か品川だよね。うん、そう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 。血液型の話をするとあの人はどうぞ。品川か東京じゃん。野呂さん今来た。はい、A 型です。B 型です。うん、俺やっぱ当たった。駅着いたら終わった。わからん。適当に終わらすよ。適当に終わらします。次新横浜、だいぶ老けたな。品川で弁当買え。千葉乳までは車です。一切りすな。足りねえだろ。新幹線で俺ん家まで行くわけねえだ。ちょっとやっぱ乾燥するね。ないわ。乾燥するわ。今進撃の巨人見てます。はい、ね、乾燥するね。皆さんあれ風邪ひかないように気をつけて。俺も風邪ひかないように、うん、だって洗面台がないんだもん。大島駅できたら便利だね。そうだね。富士山。あ、いや手紙は別に普通に事務所に送ってくれたらいいよ。うん、何回も言うけど全部が全部読むわけじゃないけど。お子さんハロー。風邪注意しましょうね。あ、インフルエンザだよね。インフルエンザのさ、予防注射やっぱ受けた方がいいかなね。 NG フェスとか、まあ一応まだライブあるわけだし。予防接種してない。いろんな人が降りる。あ、そっか。あんまり邪魔、ここ行ったら邪魔になるか。うん。絶対やめた方がいい。あ、そうなの。やめた方がいいの。予防接種聞くよ。どっちだよ。俺去年はやった気する。インフル予防接種。今どこ分からん。横浜、うん、せやで。え、やめ、どっち。私は聞かなかった。でも俺インフルエンザなんか、うん、もうなんかかれこれ17年間ぐらいなってない、かかってない気するな。インフルエンザ11月半ばで受けるのがいいみたい。あー、アレルギーでなければ受けた方がいいよ。うつりや、なんかいろんな意見あるな。でも俺インフルエンザ、そう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 、あんまりそんななんか変わったことない。ずっとサボってる。ワクチンだから。今予約した。あー、12月までやっぱ予約いっぱいあんだ。普通に、うん、俺もなんない。予防接種してもまあかかる。だから体質でしょ。体質、症状は緩和するのは確か。なんか体質とかあるんじゃないの。なんかそういうプラシーボ効果。お仕事終わった。ただいま。お疲れ様です。一人暮らしでインフル地獄だよ。まあそれは地獄だろうね。A 型 B 型が打ったのとハマれば分かりやすい。お子さん、おっさんはインフルにならないから大丈夫で。あ、そうなんだ。体質や病気なんてさ。いや俺もだからインフルなったことない。俺も別にもうほんと小学生の頃か中学生ぐらいかな。うん、ノックはうがいするから。うん、いや風邪はいくけどさ、インフルにはそんななんないな俺。まあ人によるね。インフルなったことないけど、
予防接種した方がいい。注射怖くて行ったことない。クッキー別に映んないよ別に。今学校ありました。ああもうそんな時間か。3時だから学生勢が来る時間帯ですね。3時に学校終わるって小学生だろ。3時に学校終わるって、初めて言うのに変えてめちゃめちゃ辛い。いや俺かかったことあるから。免疫力、いやいやないよ免疫力。風邪ひかないのインフルになる。あ、そうなんだ。風邪は俺ひく。高校終わんの3時。いやでもいきなり家に帰んねえだし。え、小学生でしょ。6時間目が終わって、あのクラブとかさ、陸上クラブとか入んないでさね、囲碁クラブとかそのまま6時間目終わって帰宅。大学、え、そうなの。お子さん電車新幹線大丈夫な人ですか。あ、だ、だ、だ、大丈夫、大丈夫だよ。だ、大丈夫じゃないか、どういうこと、どういうこと、酔うってこと。酔ったりしねえな。帰宅部だね。まあ別に小学生の人いるだろ。かかってからか、ドッジボールクラブ。鼻が乾燥する。めっちゃ鼻乾燥する。これ風邪ひくわ。下手したら風邪ひくわ。自転車盗まれて2週間いいタイトルだねそれ。それで作詞しなよ。小学生水ある。いや洗面台とかいいからあるけど、今ツバでやってる。オイル塗るといいんだよね。オイルとか別に俺さ持ってないからさ、カッコン糖は鼻の皮パリパリ。あ、バイバイ。ずっと水飲んだら風邪ひかないよ。なんだろう。水買わなかった。いや別に普通に初米でさっき新生かわちゃん今日聞いてました。3点セットお願いします。通知登録お願いします。初見の人はこれから乾燥する季節。鼻シュッシュね。やっぱ混むね。タバコ混むね。モド君オイル持ってんじゃん。絶対持ってるっしょね。グリスとか。あの人ロボットだから。R1 ヨーグルトって何それ。オイルってベビーオイルでも知らないよ。うちのマンション駐車場いたずらパンクさせられるんだけど。え、何それ。それはあれだよ。そういうやつがいるから退治しないとダメだよ。三点されていかん人にしたやつ。あいつはっすイケボー性の医者って。お前らは寝れるからいいよね。本当によ。アンビシャス？ん？お前らは寝れるからいいよな。家でゴロゴロしてよ。だって眠いわ。もう朝から眠いよ。え、今品川じゃないっしょ。
品川だったら今こんなことしてる場合じゃねえよ俺。うん、寝てます。一応今は多分あれ横浜とかじゃないの。疲れそう。よ、多分横浜。新横浜。昨日夜に行ったら朝から起きしそうに新横浜。今家にいる。うん、この次は品川。だって 3時半に着くの。眠いよ。疲れも溜まってるし。イケメンだな。いやいや別に今日は顔面偏差値低いっしょ。疲れてるってもうだからもたれてるもん肌が。新幹線早いな。高いよ。嘘を高くないよ。いつもかっこいい。いやいや今日は別にかっこいいね。ちょっとこっち出口だ。目が叶いそう。いや今多分降りる人いっぱいいるから邪魔にならないとこ移動しようと思って。偉いでしょ。そろそろみんな起きたんじゃん。やばい中途半端のところに落ちた。これ思ったんだよ。めっちゃ乾燥する。一回も座んなかったねって。すんな座るわけない。隣だって他人なんだわ。しゃあない人なんだもん。そんな肖像権の侵害とかあるだろ。しゃあない人映るわけねえだろ。しゃあない人の顔とかよ。待って、同じ新幹線にいるんだけど握手だけやってやってる。マジでそんなやついるんだ。やだ、めっちゃ乾燥する。そう、知らない人はダメだよ。人見知りしてんのってこと。モノックに多いよな。ただちょっとタバコ吸いたい。並んでますね。やっぱみんなタバコ並ぶね。赤ちゃんの断末はめっちゃうるさかったね。ああいうの無理。今帰り道だよ。もうすぐ着く。うん、品川か。喫煙所。喫煙所ってかもうすぐ着くか。ちょっと待って、タバコ吸えっかな。結構並んでんだけど。電車は辛い。温泉入りて。温
泉入って、サウナ入って、水風呂入って、温泉入って、もう、ああ、もう、なんかわかんない、もういろいろしたい、もう、すべてのリラクゼーションをしたい。品川近くいたけど帰っちゃった。千葉にあるよ温泉。疲れてるよ、うん、ライブより外配信とかの方が疲れるんで。さあ疲れてるよ体力それはある方だけど、さすがに連日の俺のね、ライブのさキレキレっぷりと外配信のキレキレっぷり見たらわかるだろお前らやってみろよ絶対できねえぞ本当によ。相当疲れっかんな相当疲れっかんなって。うわ、寛一ライブメンバーで何ゆっくり、俺気力がすごいです。まあ確かにね、うん、ライブの度アドラレ出ます。疲れないわけないって、めちゃくちゃ疲れるわ。配信は疲れるよ毎回、家でも。だからお金もらってるんでしょう。いつでも 200% のとこ。お子さん倒れた。10分に釣ったら間に合うかな。間に合わなそんな気する。親はカバーの方のフロンテンモーリーじゃ聞いてくれたら激怒。いや全然それでもありがたいっす。お疲れ様です。いや皆さんもお疲れ様です。喫煙所欲しくないないんじゃん。よし次だ。あと10分ぐらい。ライターどこ行った、はい、ライターどこ行った。我慢するか。いや大丈夫、間に合うと思う。ギリちょっと待って、スーツ姿かっこいいよね。あライターどこだ。あったよし、あった。降りる前にタバコ吸う人多いんだね。ねのこちゃんこんにちは。うん、もうすぐ着く。時間ないから。だサンタス、あでもまあ大丈夫か。大丈夫か。いやだってあと10分ぐらいでね早く煙。いやまあ大丈夫か、あと10分だったら大丈夫か。急ぎたらっぽやって。いや。まだ大丈夫。せっかちです。ヘッドツー。やべ
うん、品川。じゃあもう。よし。危ねえ、間に合った。忘れ物ないように気をつけて。この品川、品川もう今着いた。ちょっと待って、これだ。チケットあるかな、ちゃんと。チケット、チケットどこだ。チケット、チケット、チケットあんのか。チケット、チケット、チケット、チケットあった。チケット、チケットあった。チケット、チケットあった。よし、チケットあった。東京って書いてあったからさ、東京だけど、これ大丈夫だよね。東京じゃね、え、ね、でもこれ品川で東京って書いてあるけど大丈夫だよね。東京、東京って書いてあっても品川で降りてもいいんだ。とりあえずけどみんな千葉銀とか先行っちゃった。うん、千葉銀とか先行っちゃったから多分大丈夫なんじゃないかな。俺もちょっとどこまでちょっとツイキャスやるか分かんないけどね、やれるとこまでやるのがね、やっぱジャーナリストでしょ。うん、ジャーナリストとしてやれるとこまでやるよ、やるよ、ツイキャス。うん、置いてきぼり。ちわちわちわ、この後来るわ。さすが、じゃあ千葉県について。回数券まとめて買った、2点しました。もう1点しろ。いつからジャーナリストの、ジャーナリストだよ、今流行りのジャーナリストだよ。ジャーナリスト魂に火がついたから。時事問題強いね。習い事行かなきゃだから後で。あ、習字頑張ってね。うわぁ、さすがスターの降り方だから。これが普通に降りないから俺はね。付箋回収してるでしょ。いやお前らちょっと待ってよ、ちゃんと俺付箋回収してんの分かってないやついんな。付箋回収したじゃん。
みんないるよ。え、伏線って読むんだ。あ、伏線って読むんだ。小野くん階段で行きやがった、強がりやがって負けねえぞ。伏線って言ってたな。伏線なんだね。筋トレは それは階段でしょ。で、美佐子さん、美佐子さんこういう時遅いから多分美佐子さんが結構大丈夫かなね。伏線だと、あ、お茶葉かやさんっす。まさかまさかまさかこんな、おやおやおや、うん、これはこれは見たことがないお茶葉くの景色じゃありませんか。あ、お茶でもいっぱい、あの千里宮殿、品川初めて見た。あ、これが品川駅です。よいしょっと。キャリーバッグみんな使わない。ああ、俺も使ったことない、キャリーバッグ。けど美佐子さん使ってるよ。うん、そう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 、後ろ姿普通のおっさん。いや、おっさんだからね、実際。いやいや、けどこの普通のおっさんのおかげで、あの配信できてるから。そう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 、解散の挨拶とかねえわ。うん、普通に無言だわ俺ら。うん、ああ、お茶ばかりさす。NG いられて見えないお茶ってどういうこと？前のおっさん言う。せめてものお茶ばっくね。いやいや、はい、ありがとうございます。あの、ここで叫んでも叫ばねえ。いや、モノくんのおかげで今配信できてるからね。モノくんが、あの、携帯充電貸してくれたから。うん。お疲れ様でしたとかやんないよ。エンジン組んでやんないやんないやんない。組まねえよバカ。お疲れ様です。なんだそれ、 TOKIO か。やんねえやんねえやんねえ、エンジン組むとかさ。本当にさ、まず明日ここも何回来たか分かんねえな、もう今まで人生でツアーで。うん、だいたい3回ぐらい来たよ。うん、あ、向こう、ここ品川駅結構発展してます。打ち上げとかしないよ。お帰りなさい。あ、美佐子さんって確かベッドで帰ったのかな。うん、晩門かなんか知んねえけど人多いのやだ。お茶ばかりさんはマネージャーいないよ。そうだからみんななんかばかれて、美佐子さんとはベッドに帰ったのか、あいつ。お茶ばかりさんは帽子上に投げよう。テリーボガードか。オッケー。これこのネタわかる人いる？うん、あ、いないね。いや、アンさんいないの。うん、いない、マネージャーのくせに。多分なんか別で多分いるんだと思う。うん、ポケモン。オッケー。ポケモンじゃねえよバカ。ふざけんなもんね。だから何がポケモンだこれ。テリーボガードがポケモンなわけねえだろ。お前テリーボガードがお前ポケモンなわけだろこの野郎。笑わせんな。キングオブファイターズだよ。おい、ガロー伝説の、お前ガロー伝説のバーンナックル、そうガロー伝説のテリーボガード、サトシじゃばか。ガロー伝説のな、キングオブファイターズのテリーボガードだよ。テリーボガードが相手に格闘ゲーム勝った時にオッケーってやるんだよ。なんだよポケモンって言えばこの野郎。
これはジェネレーションギャップか。ジェネレーションギャップですね。品川駅人めちゃいっぱいいるよ。めちゃいっぱいいるここ。うん、俺はここでロックンロールは鳴り止まないとか名曲をねバン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 歌えばこいつは全員ファンにできるのにな。ね、うん、やろうと思えば全然できるよ俺。うん、こいつらを全員ファンにすること、うん、もう全然できますから僕は。何ゲットしたの？お酒入ったらやったの。うわよ、酒なんかいらないいらないいらない、酒なしでもできるよ。うん、マイク一本あればもうマジマジもうできるできる。もうそんな僕にそんなもんはない。うん、できるできる、人だかりができる。まあみんなサラリーマン、じゃあやろう。あやりたかったんだけどもうちょっと階段降りちゃうわ。惜しいね。あ、人生は前に進むしかないからね、後ろには戻れないから。惜しかったね。はあ、早めに行っときゃよかったのにお前ら。久々の俺の伝説の路上ライブ配信が見れたのに残念残念。またの機会。階段さえこれかまってちゃん入館に乗る流れじゃねえの。かまってちゃん入館にこれはあ、これかまってちゃん入会 乗る流れじゃね。まさかの。あれけど千葉銀配信したことあるんだよね。え、千葉銀配信したことあるんだよね。ちょ、車がどうやって帰るか把握してない。俺が把握してるわけねえだろ、スーパースターが。スーパースターが把握してるわけねえだろ。ついに乗るか。触るなって言われるよこれ。新しい道通ってないんでできてる。どこまでできてるの。そんなまだ変わんない。俺シート広いよ。よいしょ。そう、両方から乗れる。そう、向かいが来るんです。初乗りじゃないよ、2回目。スター、そう、これがスターですよ。今東京じゃない、今これ品川。東京着の時間って。ああ、いえいえ。え、俺天野さんにちゃんと正しいの送ったよ。あ、俺先ほどの正しいの送った。あ、そうなの。それが一応乗り心地はもう文句ない。何も文句ない、乗り心地。左だ、逆ですもんね。ステップはおより広い。わかんないそう。一番奥っすね。やっと座れたよ。いやさ、疲れてる。当たり前だ、ずっと立ったんだから。足が棒のようで。とまず新幹線お疲れ様です。アルガードって何。アルガードじゃねえよ、アルフォートだよ。アルフォートだっつってんだろ。アルフォートで合ってんの。アルファード。アルファード。アルファード。アルフォードってお菓子じゃん。
アルフォートってお菓子じゃねえかよ、チョコじゃねえか。アルファードやろ。アルファードで。アルフォートはあのなんか海賊船で、海賊船みたいなお菓子で、こんにちはのさ、こんにちは。全然すかない。普通に置くけど、昨日食べたからね、サイゼリア。いつか押さえられたらいい。よく酔わないね。いや、あの、ビレゾン酔ってるかもしれない。アップデートされたらできるようになるのかなと思ったんですけど。ビレゾン酔ってるかもしれない。機能は特に新しくなる。いや疲れてるからさ、なんか気持ちになる、見やすくなってきて、なんかもっと見にくくなかった。微粒子レベルの確率で酔ってるかもしれない。表示はちょっと変わったよ、綺麗になった。まこさん、なんで写真撮るとき目かっぴらくん、みんながその方がなんか商品だから、もっとカクカクしてたイメージ、商品だから。眠くなりそう。いや、ぶっちゃけてね、あのね、眠くなってます。高速見づらさがどうなるか。そうなの。ビレゾン、あとちょっと酔ってます。どっから色がどっくらい。いやー、それは気になる。だってさっきずっと立ったんだもん。当たり前じゃん、隣の駅。もともと疲れてんのに。今イロハでレコーディングしてる。酔ったら配信休めて。いや、だから配信はもうね、下手したら2週間、1ヶ月、向こう2週間、1ヶ月やんないかもしんないからさ。やるときは、スターの相撲で。やるときはやるだけやるよ、今日は。ちゃんと名元で撮んの？あの目は残さのパッケージ。そういう感じらしいですね。今来た。部活でスイートポテト作ってる。スイートポテト食べたいな。スイートポテトのね、食べたくなるよね。スイートポテトって言われたらすごいよね。魔法の言葉だよね。スイートポテトって言われたらスイートポテト食いたくなるよね。スイートポテト食べたいな。ね、久々に俺もあのセブンイレブンのスイートポテト、そう、セブンイレブンの、そう。でもさっきのコメント、作ってるって言ってた。スイートポテト作ってるって。スイートポテト作ってる時代なんて存在するんだな。辛味チキン美味しいですか。サイゼリアに電話しろボケ。美味しいんだね。のこさんもスイートポテト料理配信やってみよう。関西と関東と、あ、そうなんだ、違うんだ、知らん。仕事でパイシュークリーム、あ、パイシュークリーム食べたいな。甘党だから俺、本当に甘党だからね、そういうのめっちゃ食べたくなる。かぼちゃ辛めチキン辛くない、食べたことないって。まあでも、千葉まで帰るって言ったら結構ですね。昨日の録画見てください。僕めっちゃ美味しかったよ、辛めチキン昨日食ったけど、全然辛くなかったし。ケーキは何ケーキ。断然ミルフィーユ、断然ミルフィーユだね。人が作ったもの食べなそう。いや食べるっしょ。世の中にあるものは人が作ったものだからね。食べなかったら死ぬでしょ。人が作ったもの食べなかったら死ぬじゃねえか。ね、ミルフィーユ食べたくなってきた。チーズケーキも好き。え、セブンイレブンミルフィーユないっしょ。
え、見たことないよ俺。え、セブンイレブンミルフィーユあんの？ブラックサンダー俺食べたことない。ミルクレープ。あ、なんかそんなの見たことあるけど、ミルフィーユはねえよ。じゃあ生肉ってことって。生肉食ったら今タウされだろ。レバーとか。レバ刺しとか、レバーが食えた時代があったもんだ。そういえば。4年前は、高円寺とかで、生もの。だけど差し入れしちゃダメだよ。レバ刺し。馬刺しじゃない、レバ刺し。今、あれ売って最近もなんか逮捕されたじゃん。あかんやつってなんか名前で。あかんやつって名前で出して。そう、レバ刺し。俺はギリギリ。そう、レバ刺しが禁止される。本当に。なんか一週間前ぐらいに、なんかそういう、あの、ケラ。ケラっていう雑誌あったじゃん。ケラの雑誌企画で、あの、片っ端からレバ刺し食いに行こうっていう企画あって。あれ、超うまかった。うん。レバ刺し美味しい。めっちゃ美味しかった。そう。ユッケ食べたい。規制される前、そう、1週間前ぐらいに。ユッケは食べたことない、俺。懐かしい。ケラで。ケラで連載持ったから、俺。その企画で。ケラ懐かしいよね。ジッパーとかケラとか俺連載持ったから今来た疲れてる。もう完全に心身ともに疲労してます。雑誌もなくなった。いやでも雑誌なくなった。いつの間にも買ってた。あれ、ミサボさんやったっけ、ジッパー。あれ、俺じゃないっけあれ、俺、キラだけか。うん、俺、ジッパー出たことあるっけ。忘れた。今、ブローマが。こんにちは。はい、メンバーと話しないのって、テレパシーしかしねえよ。その時代知らんかも。今どこにいるの？今都内どっか都内某所。眠いよ。だって全然寝てねえもん。だって俺この2日間だよ。あの福岡の前の日から。悪いんだけど本当にあの福岡の着いて。その日からもう睡眠時間。だって俺もともとって朝8時寝たんだぜ。うん、昼夜逆転してるとこで、ね。昼夜逆転してるとこで、無理やりさ、ね、酒と精神薬ぶっ込んでさ、それ繰り返したんだから。それはもう疲れも溜まるしさ。それはもうなんか頭おかしくなるよ。ロングスリープ。家帰ったらもう多分、24時間ぐらい寝ると思う。そう、ショートスリーパー。違う、ロングスリーパーだから。サイズもいったし。いや、でもまあまあ、やりきったんじゃないですかね。うん。帰ったら気が抜けちゃう。いや、もう気抜けてるわ。めっちゃ眠そう。眠い。うん。眠いけど、配信はつけるよ。うん。ライブすごい楽しかったな。ありがとうございます。はい、来てくれた人ね。次が俺、12月ってのがさ、やっぱ、結構間空くね。どうやって眠いのに無理して起きるの？責任感。さすがプロ。プロだから。責任感の塊だから。
お茶爆魂。神戸も行く。グッズ楽しみ。ああ、グッズあれメンバー書いたやつあれ採用されたよ。俺金髪じゃなくなったけど。だから誰だよって。うん、俺見たけど、ただのそこら辺の外人、あの金髪外人じゃんって。早見てみたいな。誰だよって。あの絵のやつ。そう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 。髪色変えねえ。やっぱ黒が一番いいよ。そうそうそう。いや全然。そう。楽しみだな。お金たくさん。今日学校で起きてた。え？次は白色。やんねえよ。いや染めるんだったらやっぱ紫か青かな。あ、まあ金髪が一番似合うと思うけど、あ 青とか絶対似合うっしょ。俺すごいなんか知的さが増すでしょ。うん、少年っぽくて黒好き。なんで自分を変えんの。絵を変えな。ん、青やった。うわ、YouTube 青より金の方が似合う。まあ金が一番似合うと思うけど、いやまあ俺染めないと思うよ。もともと茶髪、地毛が茶髪だもん。金髪紫やねえや。はい、髪色戻しました。仕事もお疲れ様っす。黒は原点って感じ。いや黒がなんだかんだで一番いいっしょ。うん、プライドっていうこと。間に合いました。こんにちは。部活、今から部活あんの。今から部活あ、そっか、学生は今から、そっか、部活が始まる時間か。そんなこと言えんのもてめえ、今だけだからな。俺らみたいなもうクソじじいになったらそんなことも言えなくなるんだよ。部活が嫌だなとか、放課後の時間でしょ。出待ちしてプレゼント渡したら怒られる。俺が怒るわけねえだろ。うん、ものすごい本当光に包まれると思うよ多分。俺にプレゼント渡したら光に包まれると思う。神だから。もう仕事、お疲れ様っす。下見ております。うん、33歳がジジイだったら50歳はどうなっちまうんだよ。頑張りたまえ、光に包まれたまえ。レギュラー現金乗り心地悪いよね。別に命令とかさ、もうゲシュタルト崩壊してんだよもうこっちは。お前ら年齢毎年言うけど、いい年の取り方してる。俺は年齢なんかもう30過ぎるとゲシュタルト崩壊すっから。
どういうこと？まあまあ子供にはまだ早分かんねえよ。ガキにはまだ分からんよ。大人になれば分かるさ。すぐ年聞くのも、うん、しも下世話、下世話って俺未だに意味が分かんないんだね。下世話の意味が、いや、あの回数券を引き換えただけだから現金いや分からん。お子さんは濃い人生、うん、カッコつけてるということで、カッコつける余裕なんか今ねえよ。もう眠くて、おい、マジかよ。野田洋次郎と同い年って、え、野田くん、野田くんのがけど普通に年下じゃないの？預かるわけないよ。あ、てか俺米健がさ年下なのがびっくりした。俺最近、うん、俺最近よ米津玄師のさファンだからさ、ウィキペディア見たらさ26歳か27歳って書いてあって、俺34歳だと思ったの。いや34歳だと思ったの。年下だったの？ないと思うよ。俺のがおっさんじゃん。いや俺ほんと年だと思った。マジ34歳だと思った、うん、ちょっとショックだったんだよね、うん、そう、年上っぽいじゃん。ちょっとショックだった。30、わかんない、なんか34歳ってなんかが34歳ってなんかが、米健かはリップ着てない、リップ編年下なのにな。先輩からね、先輩からライブ、確かに先輩がライブ行きたいですってリップ送ったのに返事しないとか、芸能界で生きていけねえぞあいつ。嘘でもありがとうございますって言えよ。いや暴論じゃん。いや嘘でもありがとうございますって言えよ。まあリプ気づいてないともあると思うけど、気づいてないだけ？いや俺はそうは思わないな。だってツイッター相互フォローだもん。相互フォローだと大体あれ通知来るはずなんだよ。先輩風吹かすよ、先輩だもん。それが礼儀だろって当たり前だろ。大会系ののこさんだぞお前。はい、お疲れ様です。あ、そうですね、鍵開けてもらっていい？ああ、相互フォローだったらブーって土食らうと思ったから、横をミュートしてるんじゃない？そしたら土来ないね。俺をミュートしてたら米津玄師さんがミュートしたら土来ないでしょ。通知切ってんじゃないの？俺も切ってるし、どこも切ってるでしょ。どういうこと？俺も切ってるし、ノコも切ってるって。え、そうフォローでもリブ。ああ、そういうことね。通知切ってる。設定しないと、なるほどね。よいしょ。ミュートしても通知来る。じゃあ、俺が今ミュー、あ、お疲れ様です。俺がミュートされてんのかと思った。DM、 まあ DM、 まあ確かにね、 DM を送ればね。変わってない、100円。あ、中身も全然変わってないってこと。いや、あ、今スタッフが降りた。高速の画面変わってないんで100円。あ、高速の画面ね。まあいいんだよ、俺ははぐれ者で。うん、
俺ははぐれ者でいいんだよ。今一番対バンしたいバンドいっぱいいる。でもいいよ。いや、どうしようかなと思って。俺は別に一生はぐれ者でいいんだよ。ノブさんから。だったら多分ここ戻って、うん、お子さんは控えに包まれてるから平気で。俺いつも左行って右行って、あの目黒から。そう天才というものは孤独だから。湾岸だよ、湾岸。そう天才というものは孤独だから。 C2 ってのに乗るんですけど、うん、そのまま多いジャンクションで機嫌悪くないでしょ。湾岸に乗り換えればテンション低い。多分全然混んでないですよ、そっちの方が。マジ天才というもの。あ、おちょばかえさんっす。そうちょばかえさんっす。方面がめっちゃ。なるほどね。了解。ちょっととりあえず拙者はこんなお茶が降ってる景色は今まで見たことないな。更新されてれば多分入ってると思うんですけど。ありがとうございます。要は満足じゃ。とりあえずちょっとこいつの意見を聞いてみよう。要は満足です。お茶ばっかりざます。要は満足じゃ。遠征お疲れ様でございます。お代官様。どうこれ、これあれだよね。降るね。苦しいね。いや、これは多分僕の短期精神科なう。あれ、公園だから。でもここら辺の降るね、降るね。お茶ばかりざんす。溺れちゃうね。お疲れの中、ありがとうございます。こちらこそ。すげえ、爆発しと。お茶ばかりざんす。お子ちゃん寝てるって。寝てないよ、起きてるよ。向き合ってるよ。お茶ばかりざんす。なんか龍馬っぽいってやん。お茶ばかりざんす。ちょでかね、いっぱい楽しい。お茶ばかりざす。お茶ばかりざす。起きてるよ。茶なんだ。体調とコラボはまたしますよ。茶爆すごいスターだなって。配信ありがとう。いや、こちらこそ初めてじゃない、2回目俺は。お茶爆どうもす。お茶爆スター。1万円のお茶爆って何。この感じ眠くなってきた。いや、お前ら別に 寝れるからいいっしょ。家でベッドでね、ニートやってんだからさ、うん、稼ぐなって。金曜仕事行ってきます。あ、行ってらっしゃい。お疲れ様です。楽しかった。 NG フェスプレゼントボックスあるかな。いや、なんかあるんじゃない、そういうの。毎回わかんないけど配信終わんの。いや、別に終わっても終わんなくても飲み道。俺はベルト、のこさん、あ、ベルト。ベルトが締めないとダメだろ。よいしょっと。ニートやめたいって。夜も配信する。夜はだからほぼ寝てるだろう多分。
俺見てると眠くなる。いや結構俺の声とかさ、だから催眠作用あるなかなかいいよねそれって。みんなね寝るときにね、だから人気あるんだろうな。おちゃんこんにちは。仕事終わったよ。お疲れさ。あ、そっか。仕事終わり勢がそろそろこれ集まってくるのか。ゲートしないと音が鳴るんだ。時々寝落ちする。安心する声してる。あ、そうなんだ。自分じゃ全く分かんない。お前らってなんかやっぱまあやっぱそういうのはやっぱ周りからしたら分かるのかな。手が綺麗とかさ、顔は綺麗とか。全然俺自分じゃ分かんねえもん。イケボなのは分かるけどさ、催眠作用があるのは全く分からん。声が低いからじゃない。配信聞きながら求人見てる。郵便局行ってくる。またね。心地のいいと野子さんの非国民って。何今特にいいけど。インスタどうなん最近。何が絶好調に更新してるよ俺インスタ。いやチェックしてよ。ストーリーめっちゃストーリー、ストーリー張り巡らしてんじゃん俺最近。インスタグラムみんな見てるっしょ。俺のストーリーだいたい毎回上げるたびに、だって8900人とか1万人とか、だからお前ら見てるっしょ。ストーリーすごいねあれ。結構やっぱみんな見るんだね。見てます。絶対みんな見てるっしょ。インスタはこん、いや結構俺ストーリー上げたら、めっちゃ数字出る。数字出る。ストーリーってお前変わらずアナログだった。みんな数字出ないの？俺数字出るよ何人見たかって。閲覧するのか人数。そう張り巡らされてインスタ見る。見てる。リアクション送ったら見るの。あ、なんか DM みたいなやつでしょ。DM みたいなやつなんかパーって俺見たことあるけど、俺基本的にそんな見ないよ DM。 のこちゃん DM 見てって。いや別に僕見ないよそんな。でもまあたまに見るときある。あのインスタっしょ。そう返事とかはしないけど。いや本当にこれはガチで。のこさんそこでね可愛い子には返信してね、あの食べてるんでしょとかなんかね、そんなね、もう俺予知能力者がそういう風に来るけど、来ると思うけど、俺本当に返事はしたことない。マジサウンドクラウドやってないよ。アメに更新ありがとうしてたやんって。何か DM なのあれ。インスタに DM 送っていいよ別に。俺は知らなかった。暇な時返信してください。いや返信しないから僕 DM は。食べてインスタってちょっとよくインスタしようかな。してない人いるんだ。俺結構ストーリー、そう DM とかある。そう張り巡らす人いる。だからそうインスタで配信もしたことあるし、リプしか返信。ああツイッターね。そうストーリーにコメントすると DM になるのか。ああまあそういうことじゃない。インスタなんてあんなキラキラしたの。別にインスタ別にキラキラしたものつうか、ちょっとなんだ落ち着いて。今 TikTok でしょキラキラしてるのって。時代はどんどん変わってってるよ。キラキラしてるのは TikTok じゃない。知ってるけどガード緩そうで微妙。そろそろ到着じゃありません。陰キャだからインスタやってない。ストーリーにコメする。あ違う、俺インスタグラムはそこはツイッターのリプライじゃなくて、あの画像を投稿した時のコメント、あのコメントには返事してんじゃね。
あっちには返事してるよ。なんかテンション低い。 TikTok しないの？眠くない、眠い、眠い。どうしてねえよ、ミサコいねえよ。平和ですね、最近。何言ってんだよ、世の中は戦争起こってんだろ。最近物騒じゃん。てかいつさ第三次世界大戦起こるか分かんねえもんな。酔わないのってなんかね、ビレゾン。上映されたらどうする？上映されたらマシンガン持ってく。眠いですよ。眠いし疲れてるよ。持ってるんだって。持ってるわけねえだろ。何のこき切って連日を使えず寝る。わからん。俺は今何をしたいのかがわからない。初見です。あれ3手セットしろ、この野郎。帰って寝るよ。最近ウイスキーの量が半端ない。いや、そんなことない。あくびが打つのは信用してる人だけらしい。あ、そうなんだ。今どうも。寝たいんでしょって。いや、寝たいんでしょって。言ってさ、寝ようとも寝れるよ別に。でも配信つけたらさ、金稼げんじゃん。それ配信するでしょ。寝るんだったら別に家で寝りゃいいじゃんでしょ。もうすぐ普通の理にかなった考え方でしょこれ。頭がいい。何も話題もない、ね、何も目的が、まあ金はあるけど、でもすごい理にかなってるでしょ。疲れてまでしなくていいよ。だから別に今疲れてないよ。最近モテようとしてんのどういうこと？モテようとしてんのってどういうこと？元々持ってたいんだけど。寝配信帰ってもまた追加します。だから寝るっつってんだろ。どっちだよ。寝配信はさすがに失礼でしょうね。さすがにそこまでね、僕はね落ちてないよね。寝配信してさ、ね、寝ながら稼げるとかそこまで舐めてませんよ僕は。そこまで舐めてないから。
配信なんか別にやろうとはできると思う。配信してる夢見たことあるよ。おちょまからざんす。需要あるんだ。寝ないし、寝ながらお茶バッグが飛ぶんだったら俺もう本当にもう寝るだけにするよ。作曲終わってだってもう普通に朝8時に寝て、なんでその間にもう一回ね普通にグーって寝て、その間に金稼いで。それが一番だってさ、あれじゃん、効率いいよね、創作としては。そんなことしねえけど、前しましたよ。いやそれはそうだけど、前はだって寝たっつうか気絶だもん。あれ寝ないしってか、あれはほんと気絶だからね。前はほぼほぼパンダ並み最高の。さすがに前はちょっとね、びっくりした。こんばんは。俺のせいでウイスキーハマったっつうか、お前らのせいで俺ウイスキーハマったんだけど、そも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 が お前らのせいで俺ウイスキーハマったからね。今来ました。お疲れ様です。そろそろ社会人の人はあれか、お子さんたまに夢に出るか。モノくんじゃないでしょ。いやお前らがだからあれだよ。あれ分かんない。モノくんお前らはけどサイダー割り教えてもらってくれたんだよ。まあ何でもいいよ。こんにちは。人に見られてるとやっぱ あくびが完全にできらねえな。なんかさっきからあくびしてるけど、なんか中途半端なあくびしかなんか俺してないかんね。わかんない。何なんだろう、何なんだろうね。やっぱ見られてるからかな。思いっきりあくびしたいんだけどさ。そうさっきは気持ち悪い感じだったんで。全部見てるから、コメントは全部見て、あの心の奥底から心で返事してるから、ご安心くださいませ。
ないよって。いや、寝るときは音出るよ。睡眠時間取れてないからね、ロングスリーパーの僕が。うん、少年到着までだからだいたい1時間2時間、およそ1キロ先箱崎公園です。お腹空いてない、帰ったら寝るよ。寝た方がいいよって、だから俺寝れないんだって、家じゃないと。うん、けどさ、あさっても、いや、そんぐらいね、ものすごい頑張ってライブして、ものすごい頑張って配信したってことだよ。でしょ？そのぐらいね、気合を入れて全力闘魂注入してライブして配信したってことでしょ。実際そうだったでしょ。今回前回のツアーも、うん、俺超頑張ってるよね、自分でも思う。ライブすごく楽しかったです。いや、ライブだけじゃねえよ、外配信とか。いつもさすがにお疲れ様です。いやいや、最下位家汚くねえよそんな。横になってます、濃い位置。トロみたい。公式のインスタ写真ということも分かんない。なんか上がってんの。お疲れ様です。半分寝てるよ。いや、次のちょっとお茶バックタイムでさすがにもうやめよっかな。寝るフラグです。下ペロ乾いてる。あれからこういう何、孤独レインボーブリッジだよ。
車、あ、これ今これお台場です。お台場お前らこれがレインボーブリッジお台場フジテレビ。あ、もうちょっと車曇ってる。東関東自動車場雲が分厚い。これここら辺じゃね、あれディズニーランドとかあるの。ディズニーランドとかあるの。ここら辺じゃなかったっけ。これお台場、お台場です。あ、ね、北海道とか沖縄の人はディズニーランドとかね、来たことない人、ディズニーランド、あれ昨日ディズニー、あれここら辺じゃなかったっけ。実家そこ、え、こんないい場所住んでんの。実家こことか金持ちでしょ絶対。浦安、もうちょっと先、もうちょっと先か、もうちょっと先でディズニーランド夢の国。勝西から観覧車、家からなんか読めない感じ。もうちょい先か。あ、あったあったあった、ディズニーランドあったよ。じゃあお前らね、ディズニーランド見たことない人のためにちょっと見せてあげよう。今からディズニー、もうすぐ通るから。そう、ディズニーランド、どれ、いや、もうすぐもうすぐ、これ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 、これディズニーランド。これです、これがディズニーランドです。これディズニーホテルね。シンデレラ城見れんの。これがディズニー、初めて見た、よかったね。ディズニー、シンデレラ城、あ、シンデレラ城、はい、終わり終わり。よかったね。そう、ラブホっぽい、よかった、見れてよかったね。見たことない人、湾岸か、初めて見た、よかったね。テンション上がって、お邪魔します。ついてる、もう終わりにするよ、空いてるから。結構早く着きそうだね。大島地特定する、千鳥で降りて、どこだよそこ、寝ろや、寝ます、最高、今車です。いや、やっぱ一気に疲れと眠気が来たね、この3日間分の。
正直もクソもねえだろ、金なんだろそれ。お疲れ様でした。いや皆さんもありがとうございます。ここ3日間またね楽しい外会いし、次は今週1回はやる。いや気分でやるよ別に。配信はニコ生でもツイキャスでも気分でやります。あお茶爆、あお茶爆、あおおかおお茶爆のお茶爆の景色が見えるではないか。お茶爆がお茶爆の大群がやってきた。お茶爆の大群がやってきた。戦士たちが生き返ってきた。黄泉の国からお茶爆が降ってきた。なくても気のせいだ。お茶爆発です。いや本当お疲れ様です。皆さんもマジでお疲れ様です。ありがとうございます。お茶爆発、うん、お茶爆発です。私も帰宅。皆さんもお疲れ様です。お茶爆発、ありがとうございます。やるよ配信、いつもありがとう。こちらこそまたね。いやマジで3日分が一気に、まあ毎大体そうなんだよ。ツアー中とかツアー終わりとかもさ一気に来るんだよ。お茶爆発です。品種のネットで待ってる。お坊さんお疲れ様です。ありがとうございます。いやそう、いやいやそうそう、俺だいたい毎回そう一気に来るから、溜めて、うん、風邪ひかないように気をつけるね。だいたい風邪ひくんだよね。配信待ってるね。ありがとうございます。お疲れ様。キーハッテがお前の才能が好きなんだ。今来たけど、いや待て、あります。お坊さんお疲れ様、ありがとうございます。ちょばっかりありがとうございます。いや皆さんも本当にお疲れ様です。本当にじゃあ爆発す、体調気をつけてください。皆さんもお茶爆発す、稼ぐね。お茶爆発す。いやもうエンディングです。はい、またね。金持ちお茶爆発す、うがいね。またね。まあけどまたやるよ配信。バンドスタジオ配信はとりあえず今んとこ16、何かがない限りは11月16日から。おーちょばくだ、おーちょばくとす、乾燥に気をつけてね。おーちょばくあざす。金曜日期待してるぞ。うん、久々だからねバンドスタジオ配信もね。まったね。お疲れした。あったかい。おやすみ。いやけどバンドスタジオ配信ってマジで何年ぶりなの。移動キャスしてくれたからなんだか一緒に帰ったみたいで嬉しい。今からまたやるよバンスタジオ。楽しい。お家着いたら寝る。お疲れ様でした。16年ぶり。え、どういうこと。ありがとう、りょうちゃん。バンスタ楽しい。これ2年ぶりって本当なの。2016年ぶりってことか。2年ぶりってマジか。そんなにやってないんだ。ドローンします。バイバーイ。美佐子夫妻とかなしだよって知らねえ、うん、何かがない限りはちゃんと4人でやります。お疲れ様、ありがとうございます。やらない可能性はだが何かがあった時はやね。腕が取れたとか。とりあえずニコ生でやります。ツイキャスでもまあやるときやるよ。ツイキャスでもね、うん、とりあえずお疲れ様、うん、即興、うん、一人バンスタもやってないもんね、うん、だって一人バンスタ大変なんだもんあれ。
聖域にこの間で昔よくやったけど、あれよくやってたよ。最高の配信だと。お休みです。みんな何すんの、これ新幹線じゃねえよ。みんな何やってんの。もう終わりにするけど、塾行くよ。ご飯作る、夜ご飯、乗り心地いい、夕食の準備、セブンイレブン出る、イオン行く、ライブも移動、これからご飯ご飯買い出し、あ、大変だね。剣道行ってくる。剣道行くとか部活、仕事、バイト、お疲れ様です。戦闘中、ジャンプ読みに、あ、ジャンプ読みにコンビニ行かねえと。俺もちょっとコンビニは行こっかな。ハンターハンター、ハンターハンターちょっと見てえから、マジで。プレゼン、剣道、こんにちは、洗い物お疲れ様です。部活、うん、いや、ハンターハンター、いや、マジマジ、いや、でも一回寝よっかな。え、コンビニ、うん、一応チェックしてる。私もたくさんコメント読んでありがとうございます。こちらこそ。千葉には雨なの。ゆっくり休んでね。またやるね。また配信します。早く寝て、いや、家帰って寝ます。もう一待望の、いや、ぶっちゃけ言うとね、カップラーメンならあるから、まあ大丈夫かな。うん、またね、またお前に嫌いの待ってる。配信ありがとう、お疲れ様、おやすみなさい、ゆっくり休んで、またね、めっちゃ楽しかった。いやいや、3日間お疲れ様です。とりあえずまたね、やるんで。野菜も取られ、じゃあとりあえずお疲れ様です。何かかって帰る。ありがとうございます皆さん、ありがとう。じゃあ切るね。お疲れさん、バイバイ。お疲れ様です、バイバイ。またね、おつです、おやすみなさい、お疲れ様、バイバイ。あと、こちらもお疲れ様、はいよ。途中から、はいはいはい、寝てしまいました。いや、本当にダメ。お疲れ様、バイバイ。まあ、またやるよ、配信。配信またやるよ、バイバイ。配信ありがとう。いやいや、こちらこそ。すみません、見事。お疲れ様です。いやいや、こちらこそありがとうございます。いつもいつもコメントありがとうございます。本当に月曜の朝っぱらからありがとうございます。またね、配信を見てありがとう。切らなくていいや、切るわ一応、うん、一応切ります。ありがとうございます。目だけ男主、顔見えていつも楽しい。いやいや、ありがとうございます。じゃあもう切るね、さよなら。コメントランキング5位、いや、これはもうお前らの力で、ありがとうございます本当に。いやいやいや、じゃあね、終わりにすんね。バイバイ、切りますね。お疲れ様です。まあまあ、またやるから。はい、バイバイ。